マルサーホビー動画チャンネル、えー、タイムトラベルシリーズの、えー、今回もモデルアートの、えー、かなりあの、えー、驚いた記事とかあの珍しい広告ですね非常に勉強になるものでありましたのでご紹介します、えー、まず人目を引いた広告,広告とあと記事ですねモデルアートの73年の、えー、本になりますねまずこれがバッと目に引きましたユニオンジャックを下にした、えー、タイレルのフォードの F1 ですねタミヤの12分の1になります あのこの当時73年でここまでやっぱりさすがタミナだっていうので制作記事もあるんですけれどもまずこの、えー、ユニオンジャックがまず目を引いて、あのーえー、とジャッキー・スチャートのこのヘルメ白いヘルメットでこのタータンチェックのこのマークですねもうこれですぐ、あのーえー、とジャッキー・スチャートってことが分かりますねあの名ドライバーが乗ってあのタイレルで、えー、とできたばっかりのタイレルであっという間に優勝してしまう,優勝してしまうあの伝説のレーサーですねであととここちちらが、あのー、ちょっとこう 空飛んでるように見える。あの丸いの36分の1のあのー、飛行機ですね。あのプロペラも回っていて、あの非常にやっぱあのまあ、ライターの人のがすごくうまいもんですから、飛んでるように見えますね。ちょっと人形がこう。ちょっと近場であれですけれども、これだけこうやって見るとですね。本当に実機の写真と間違えるくらいの影もついていて、ライティングもオッケーで、あの非常にあの重量感もあって、あやっぱさすがにすごいなと思いました。 こちらが、えー、あのその同じ号の製作記事ですねあの、この73年の時代で,です、ね、ここまでやっぱ作れるというのは、やっぱり星のマークのためやしかなくって、非常によくできていて、DFV エンジンを載せてるタイプでなんですけれども、俗に言う70年代のキットカーというタイプですね、非常にあの構造がわかるようなタイプになってますね。 工作ガイドで、まあ、ベースがベースでよくできてるものですからあのそこまでもうかなり切った張ったっていうのはちょっとないような感じですけれどもちゃんとサスペンションのアームでオイルダンパーがついていてっていうふうにラジコンみたいな感じですけどダブルシボンのサスペンションで、えー、あのー この時きの DFV エンジンは8気筒なんですけれども、それまでのパイプフレームとかとは違って、ですね、あのここをモノコック、まあ、アルミのやつなんですけれども、そこにあのあのエンジンをそのまま直付けして、エンジンをあのフレームの一部にして、これはあのあのロータスのコーリン・後輪チャップマンが発明したようなこうあの構造なんですけれども、それもあ,のあっという間に広がっていて、DFV エンジンを乗せてで、そこからサスペンションアームとかをつけてっていう風にあになって、ここでスパッとしてるのがこうあの、やっぱりこの構造で、あの新しい、この時代ではです、ね、新しいタイプになってますね。 でこっちがフロント側のディスクブレーキになっていてあの穴開けのディスクブレーキがついていてアームなんかここまで細くて大丈夫なんだろうかと思うんですけれども非常に興味深かったのはこのエンジンでこの DFV エンジンを乗せてあのブレーキなんですけれどもでギアケースも一応作ってやるんですけどあの構造で非常にあの珍しいなと思ったのはこのエンジンのところにです、ね、ディスクブレーキをつけるんですけどここについてるんですね非常に珍しくってあのよくあるのはあのこれからドライブシャフトが動いて タイヤのところについてるのがディスプレー機は多いんですけど、あの現物見た体力にはそうだったんですね、こんなにあのエンジンの,このギアミッションの隣についてるというのはあの初めて見たんですね。ですからやっぱあの,色々あの えー低重心化と軽量化がやっぱりレースの道で、何だけコンパクトにまとめたいっていう感じで、どうしてもまだウィングカーが出る前だったもんですから、このタコ足みたいなこの,あの排気の手とか、それを避けるためにっていう感じで、やっぱりあのこのディスプレー機重たいですから、先端にバニシャ荷重をあの増やすよりも、こっちは根元でっていう考え方だったんですけど、冷却とか大丈夫だったのかなと思いますね。ただ、チャンピオンになってますから、やっぱりそれはこれはこれで、その時代で正解だったと思います。非常にこのパイピングをやっていてい これなんかあの車内の人も見ると現物、実際の,あのエンジンっぽく見えるくらいよくできてますね、完成したエンジン、すごいですね、まあ、作り方がいいんでしょうね、でラジエーターがこの後ろの方にきて、このようになってます、まだこの時はくさび型の,あの低いあの車体じゃないんで、ラジエーターは後ろに来てますね、でこのようになっていて、非常にあの構造が、実物の構造が分かるようになってます。 なんんとこののはドライバーの人形がいいていたんですねでなかなかあのやっぱりあの人間が乗る乗らないであの全然こうフォルムが違いますんでこのようにあの切れてもうなんかもうエンジンの音があの聞こえるような感じでジャッキー・スチュワートの,のネーミングがこうちゃんとあってあのこのようにできていて完成になってますね非常にあのこの辺はあのこの時の12分の1のシリーズはですねあの説明書を見るのも楽しいんですけれどもあの実物の車を作ってるようなイメージがあってあの タミヤのサンドだとですねいろいろミタリミニチュアとかこういうタイレルとかあのその実物の,あの歴史とか書いてあるとあの思わずそこのところを見たりするのが楽しみの一つでもあったんですけど非常によくできてるキットで、あのー、このタイレルで一番覚えてるのが、あのーえー、とサーキットの家の池澤聡さんが、あのー、F1 を見に行ってイギリスにですねでその時に、あのー、カーブのたんびにジャッキー・スチュアートが、ね、後ろを引き離して、あのー、もうぶっちぎりで飼ってるのを見てですね ジャッキー・スチュアートだけは他のドライバーとラインが違くてあの普通のドライバーはこう緩やかに回ってスローインファーストアートみたいな感じで行くんですけどジャッキー・スチュアートは鋭角にカンカンと曲がっていくようなんであのそのラインがもう全然違って見ていたらあの他のドライバーとはもう全然やっぱチャンピオンになる人は違うっていうようなあの印象があった記事を読んだことがありますですからあのジャッキー・スチュアートは後々あのタイレルから出て自分の名前をのチームを作ったくらいなんですけれどもあのー えっと、そうですねやっぱり名ドライバーであの、一滴の血を流さないでドライバーを引退した伝説のレーサーですね、あの非常にあのやっぱりこの辺の時代っていうのは、やっぱりもうあのあの、なんていうんですかね、こうあのドライバーもあの,の腕っていうのはすごいはっきり出たもんですから、モデルとしてですね非常によくできていて、あのやっぱな珍しく、モデルアートさんの記事でも、あのきっとあの掃除であの褒めてます、珍しいんですね、それだけよくできてたようなキットでした。 あのこちらは LS の,あの広告ですわ、ね、りともう知らない人がかなり多いんですけれども一番有名なのはこの1分の1のガンシリーズでプラスチックであの実物の,あの構造みたいな感じで、えー、やるということで非常にあの、まあ、別に音がするとか BB 弾が出るわけじゃないんですけれども。あの もう有名な話でアメリカの、あのーえー、と博物館に LS のガバメントが飾ってあったっていうのがやっぱ実際あったわけですからそのくらいやっぱり外側から見てよくできてるっていうことですね。であ知らなかったんですけどあのその LS が蒸気機関車の50分の1出してたのはあの今この広告見て初めて知りましたね。あんまりこのイメージがちょっとないんですけれども「あの鉄砲のチリーズ」はすごく有名中の有名でしたから24分の1の車もあった。んですけどあのー 大きめの50分の1っていうと大滝で出てたのがすごいイメージにあるんですけど LSM も出たのはちょっとあの初めてこうちょっと知りました、えー、こちらがあの先ほどご紹介しました丸いの36分の1のパイパーチェロキーですねそれの,あの紹介になりますで非常に細かくできていて丸いがこれ出たのちょっと知らなかったんですけれども実機と同じような感じであのシートがですねちゃんと改造してという感じであの メータータ周りとかやっぱ大きいもんですからやっぱ余裕があるんですね。それでもやっぱ作り込むっていうのは大変だと思います、この時代だと。で、足のメカニズムの,あの紹介とか、ちゃんとこういうあの書いてあるにもタイヤが下がへこんでるとかモデルアートだなと思いました。で、このようになっていて、えー、ドアが開閉式でやっぱ大きいもんですから手は抜けないんでしょうね。ほんで、こういうふうにちゃんと綺麗にできていて、あの、 細かい通気梗塞を行って言うは簡単ですけど全部ですね、これねあの、えー、上半角かなり強いとか主翼を変えるとかこうなっていて全部じゃんと思ったんですけれども、やっぱこの辺はあはスケールの鬼ですからね、やっぱプロペラブレ,ブレードは削って修復す,するっていうのは言うは簡単ですけど大変なことだと思いますね。で、主要を貼り合わせて、やっぱ工作のレベルすごい高いですね。やっぱりこのプラプレンコンテスト系からやってるような人は、やっぱちょっと今の人とちょっと違ってですね。 非常にあの綺麗にやっぱりできてますねあのさすがですよねそれから先ほどあの、えー、プロペラが回った状態で撮ったのはもうあの刹那だけ見てると本当にあの実物のような感じを受けますね工作本当に手を抜かないであのー すすごいい、あのー、工作技術があると思いますね。これはまあ実物なんですけれどもあのちょっと離れて見てると確かにあの実物の、あのー、まあ実機の細部をよく参考にするっていうことで実機の,あの写真も載ってますけど、あのー、すごいですねアンテナ工作とかやっぱすごい細かくできていてやっぱりこの手を抜かないスケールのモデルアート素晴らしいなと思いました。 同じくモデルワードの広告で、これ、トミーなんですね。で、ハヤテ登場、好評発売中ということで、組み立てキットで1 32分の1でなっててですね、強力モーター使用で炭酸電池2本使うタイプで、あのなんとあのソロは飛びませんね、プラモデルですから、プロペラが回って、それで動くということですね。と、あのー、いうので、こんだけ大きい1 32分の1で、ハヤテで、へーって感心しました。こここののキットはは棚に並んんででたたとと見ああるすけど、あのー 中ちょっと見たことがないですねだからちょっと新鮮な感じがしたんですけどでモデルアートの,あの記事に行きます。 こちらがそのハヤテの,あの記事になりますね。あのモデラートさんにあの広告を出しているあのところなんですけれどもかなり手厳しいですねあの歯に衣を着せぬというのはこのような感じなんだなと思いました他にもあのです、ね、レベル長谷川といった32分の1のシリーズを持つ大手プラモメーカーが掛け声ばかりでいまだに日本機を充実させられないでいるところで突如としてあの、えー、玩具メーカーの最大手であるトミーが進出してきてで あのー、これはあの、まあ、すごくあの嬉しいことだと、お目、まあ、がけない春の贈り物となったとっいうことこですね、ただあのこちらの方が他の今までのプラモデルと違って、さっきも言いましたけど、モーターをつけてあの電池を積んで、プロペラが回って、その風力だけでこれがあの滑走するっていうのは、まあ、あの走るって感じですね、まあ、空飛べば飛ばないんですけどね、非常にあの面白い試みで、あのその動きはすごくあの面白くていいってなってました。でも キットの紹介と寸表でかなりりに書いてありますねちょっとあの詳しくは言えないんですけれどもあの最初はあの企画自体があの否定的なあの見方をしてあって、えー、ただまあ思ったよりはよくできてるもんであの、えー、とこちらのライターの人だとじゃあスケール機としてあの見た場合はこうだバーこうだっというのはかなり厳しいことが書いてありますね。でもあの あのこの記事を見ると、改造は一応こういうとこ書いた方がいいとは書いてあるんですけれども、あのこの改造のと、まあ、いうか、このキットですね、あのほぼ素組みみたいな感じになってます。じゃあ、このくらいできてれば十分じゃないかなと思うんですけどね、今の目で見て。であの、もう細かいところで、あ実機の足がこうだ、あのこの。 えとまあ、タンクのとこがこうだとかビリンのとこがこうだとかなってますけどあのそんなに悪い感じはしないんですねですからあの実際作ったことがないもんできっとどうなんだろうと思ったんですけれどもあのこれが上が実機でですねこっちが下のキットなんですよねこれだけ再現力があれば十分だと思うんですけどあの、えー、タイヤは他のメーカーから持ってきた方がいいとかまたいろいろ書いてあるのでかなり厳しいなと思いましたけどやっぱ十分あのその。 まあ、トミーでどっかやっぱあれなんでしょうねガングメーカーっていうきっぱり言い切っちゃってるとこがあるんですけどトミーはトミーであの技術力大したものだと思うんであのいろんなものをあの鉄道模型から何か作ってるメーカーですからやっぱり細かいところとかメリハリがあって個人的にはもうこのくらい再現力があればしかもあのプロペアが回ってこの時代どこもやってなかったあの動くっていうとやっぱワクワク感がすごく伝わってきて非常にあの面白いキットでいいキットだなとは思うんですけどなかなかスケールの 立立ちち位置にっっってているる人なんかだとあのちょっとょやっぱ言葉が出てくるんでしょうねでもあの、えー、最後の方だとあのその挑戦はあの、えー、と認められてあのすごく良かったということで結んでますけど途中ンパンに一応行ってますけどあのこれだけ見てあの、えー、パッと見た感じですねもうこの機種の感じとかでやっぱレシプロキーは目に行きますからあのこの辺が実物を見てもそんなに遜色ないとは思うんですけどなんかお気に召さないようでのナダに書いてありましたけどあの頑張って作って面白いキットだと思いました。 これが同じ73年のモデルアートで愛読者のプラ模型の市場。まあの写真ですね。非常によくできてますね。この人ライターの制作かなと思うくらいよくできていて、あのそのぼかし、塗装とかあのやっぱ全体のこれ、すごく素晴らしいですね。カウルが取ってあってで、ちゃんとキャノピーが空いていて、飛行機のあの、えー、人形のとか非常にエンジン周りがよくできていて。あの？ まあ愛読者のレベルじゃないなぁと思いました。これすごく目を引きましたね。白黒ですけど、はっきり良さが伝わってきます。で、こちらが、えー、とエアフィックスの24分のゼ01021型、士見あさっきの,あのメッサーシュミットはあのエアフィックスの24分の1でしたね。だから、カりルとか入あの、えー、外せるあの大型機でしたから。でこちら、01021型はふじみの48分の1ですね。やっぱりフォルムはすごく飛行機の,あの あの形がよくできていて、富士見の四十八分の一、まだまだこの辺の時はまだ長谷川が。四十八分の一、そんなに出しなかったもんですから、富士見が頑張って綺麗に作ってありますね。出来はいいと思います。これは、ええ。で、まあ読者の人ですけどね。で。 こちらがミリタリーので、ジオラマでタミヤの三十五分の一、ニット三十五分の一。その他改造ということで、えっと、もうドイツの,あのもう八十八ミリ法をメインにした。ジオラマで、えー、読者なんですけど、あの人形もかなり。数を作り込んでいて、あのこのジオラマのこの,この辺の背景とか、ちゃんと作ってますね。あのー、まあ最後の方は、迫力が増す、す一応、そのセットの条件が一つにまとまっていてこそ、あの迫力を増すことになる。えー まあ言うことないでしょうみたいな感じでかなり褒めてるタイプであの非常にあの、えー、でもやっぱなかなかあの周りのこの背景作るとかなかなか大変なんですよねですからあの非常にこういうのであのこの辺の時の,あの一般の読者の人のレベルの高さが非常にわかる号でしたね。 こちらがですね、ヤマダ模型のびっくり分解自動車のシリーズですね。あのこのようになります。え今まで何回か紹介させていただいたんですけど、あのこれだけのリムジンのこれだけ見ると、本当にスケールに見えますね。メルセデス・ベンツのリムジンの1910年型なんですね。まさかこれが、あの軽くぶつかると、あのモーターでもね、これびっくりで分解するとは思えないですね。びっくり分解自動車ってちゃんと書いてありますね。あ,の、まあ、あとはそうですね、このパッケージの内輪で、えっ、ー、と、 飾り台ができますとあなたの好きな色を塗ってくださいであの非常にあのムキムキがあってあの確か2、3回作ったことあるんですよえどもうどっか行っちゃいましたね取っとけよかったと思いました <laughs> でも自分が作ってパンたたるとパンヤヨンだ取るのはすごく覚えてますあのでもなんかこれだけ見ると本当にスケールカーのキットみたいに見えてやっぱこういう遊び心のあるやつなんかもあって非常にあの長く愛されたモデルっていうのをすごい覚えてますえちょっと飛びましてこれが80年のモデルアートの、えー、内容ですね74式戦車の写真集のと七十四式の 特集になりますねなかなかこの80年でもまだまだ現役バリバリですから、あのー、最新っと、まあ、そうう新しい方ですからなかなかこういうのを取れないはずなんですけどよく頑張って取っててやっぱり個人的にはあのこの後にどん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 追加あの、あのー、走行とか増えていくもんで戦車らしい戦車の滑らかな感じで個人的にはすごい一番かっこいいんじゃないかなと思ってます。ですからこの前の61試合後いかにも戦車っていう感じでゴジラにやっつけられるような役が多かったんですけど74式っていうとやっぱり皆さんご存知のように油圧で自由にあの車高が変えられて スマートですよねですからこれでこの後のシリーズだと直線的であの追加構成がちょっとつまんないなと思ったんですけどやっぱりこの実際このきれいな74式で、まあ、この辺で、まあ、斜めにしてあの砲弾を防ぐあのあのあの構造なんでしょうけど後ろからのタイプが実写で,ですけどすごい綺麗ですよね。でやっぱりよくフォルムはすごくよくできてると思います。でキャタピラの周りとかも あの新しい戦車だけあって、ちゃんと天輪の辺とかも、よくここまで写真撮れたなと思うんですね、当時としては。あの、モジュラールアートすごいですよね。細かいとこまで、まあ、ちゃんとこういう風にいってあの、74式っていうとですね、うちのお客さんで、あの実際6 1式の戦車を乗ってた、その当時ですねあの、自衛隊員の方がいて、で、一生懸命磨いて、こういうあのお披露目の時にあに備えていたら、あの、 その時の時小中学生がわーって言って寄ってきて61式をあの見て磨いたやつに遠慮なくあの土足でこうやって登ってベトベトにしてくれてあのそしてフッと見ると横に74式がちょっと離れたところにあったりとかするとあのそっちのほうにわーいって言って見向きもしないって言ってしまってすごい傷ついたっていうこの,のはすごい覚えてますね。これがそのくらいスマートな戦車でしたねでモデルアートはこれで74式がまず自社こうです。で次であのプラモデルのほうに行きますね。 さあこれでプラモデルの紹介であのタミヤの35分の1をライターが本気で作るとこういうようになります非常にすごいですねこのジオラマでこの戦車1台と、あのー、歩兵が3人いるだけでもうなんか戦闘のこうなんとか緊迫した感じがあのジオラマとしてよくできてますね寝そべったタイプとあの走っていくあの駆け寄るタイプとかでこの戦車の構図がいいですよねこの少し斜め下のところに行って草原のところに行ってっていう感じで非常によくできてますねやっぱ あのなかなかこの周りのこの偽装のこの、えー、草の感じとかあの非常によくできてここの写真すごくよくできてると思いますあの非常にキャタピラがこうスーッとこうあの、まあ、実際鉄の塊ですからこう下がってこうくるんですけどあ,のあんまりおもちゃっぽくもなくこうたるんでいてで戦車がちゃんとこうあの構造がただまったりじゃなくて少しこう動きを出していて非常にさすがにあの上手ですよねでまた写真の撮り方がうまいんで大したもんだなと思いました昭和の、えー あの製作陣は汚し塗装もちゃんとこうちゃんと綺麗にできていてあの細かいとこまであのベルトとか工具箱のベルトとかそういうとこもちゃんと全部こういう風にこうすごいですよねこういうとこ全部手を入れてるんだなっていうのが分かりますね非常に細かくしてて、まあ、自作したコネクタなかったら作るのが合言葉の時代ですからすごいもんがありますねまあ塗装がやっぱりあのすごくこういう,うにあに自然な感じでできていてこういうとこの上につけるやつもちゃんとこういうところ金具とかこういうとこもちゃんと作り直してるとかすごいですね でこういうジェリカンあのをやるときに0 2ミリの透明プラ板であのやらかくまでもめと書いてありますね、ここら辺がすごいですよねで。ちゃんとこのようになったら平らにして、このドリルで穴を開けてあのカッターで削ってこういうふうに開けろと書いてありますね、でヤスリで削れとあの、言うは簡単ですけど、これ多分大変だと思いますね。でこういう風にあの こういういいののででマスキングテープっって作ったりりとかすごいものがありますね、まあベースがタミヤの35分の1ですからすごいよくできてるんですけれどもそれをさらにあのそうですねここのところのキャタピラのこの改造ですねこのサスペンションはもうこう,すこうしなさいとかちゃんと綺麗にできていてまた 人形がよよくできてますよこれあのすごくこの表情とか動きとかがですね後ろから見ると本当にあの実際の人間があの走っていくところみたいに見えますから非常によくできていて寝ててすごくあの戦闘の緊迫感があって、まあ、ベースがとてもこれとは思えないくらいの出来栄えですよねさすがにすごいと思いましたでまあ、この実際のあのー、隊員の人ですけれどもあのパッと離れてみるとこれ実際の隊員の人と間違えられるくらいあの特にここの動きがすごいなと思いましたね後ろの方で。でこの 乗せてやってっ非常にあの物語としてまあ,まあ有事があっちゃいけないんですけど有事があるとこんな感じなんだろうなっていうのはなんか伝わってきて路面の作り方がやっぱすごく上手ですねやっぱさすがにその辺は大したもんだと思いますでこちらが70同じくタミヤを使った 74, 分あ74式のディティールアップっていうことで非常にあの35分の1とは思えないくらい重量感があるんですねでやっぱこのマーキングとかあの汚しとかってこれが非常によくできてますねあのやっぱこれが あの油圧であのこうあの動くっていうやつで後ろを上げてるタイプが非常にあのすごくあのスムーズにあのできててやっぱその辺がやっぱ全体を俯瞰的に見,あの見てあの分かってないととても作れないですね非常によくできてますねやっぱきれいにできていてあの非常にあのまあ燃料タンクもつけた状態であのモデルとしてすごくよくできてますねこれはすごいですねやっぱりやっぱり同じ題材でもあの 模型工作ですからやっぱり差が出るんです、ね、あの素組みでもあの確かにすごくよくできてた思いはあるんですけどやっぱりあのそのキャタピラのがあの車高が油圧で上がる下がるっていうのであの動きを出してるっていうのが非常にプラモデルとこれが35分の1ですからね非常にあの重量感があってもっと大きいサイズっぽく見えるんですけど何ていうの細かいとこまで手を入れてすごいあの力入れてますね。 で、このようになっていて、この汚し、登山で本当にあの雨は降った後みたいに見えますからね。あの非常にこうやって見るとかっこいいですね。あのまあ、さすがにモデルアートさんでもうあのタミヤのが出たばっかりだったみたいで、タミヤの最新作にふさわく欠点の少ない。非常に優秀なキットである。ぜひ一作をっていうくれ、珍しく褒めてますね。あのだからそのくらいよくできてたキットだと思います。 これがバンダイ20分の1のスズキフロンテ SS36068 年モデルの軽自動車ですね。で、あのー、このフロンテ SS360 っていうのは、あのー、おじいちゃんに聞いてみてください、あの高性能だったっていうことですね。自分もリアルタイプじゃなくてちょっとずれてるタイプなんですけど、あのー、なかなかこれがツーサイクルで、ですねあのー、この当時は考えられないんですけど、あのー、この 360cc で04なんと20秒を切って、19. 点何秒だったと思います。ですごいののがこれあのー 外国であの高速道路みたいなところを走らせるときに、えー、距離がすごくあったところもあの連続でですねこの当時ですよあの120キロくらいで巡航で行ってあのすごい記録をあのテストで立てたくらい高性能だったんですね。であのこの時代だとやっぱ通サイクルはまだ大手振ってやってたもんですからわずか 360cc で人間が乗っかってあの巡航で120っていうのはすごいんですね。であの普通乗用車でも 確かあの親戚のおじさんでこの時代の後でサニーの戦略0を乗った時にこの車はそのおじさんが言ったのが頭の中に残ってるんですけどこの車はさあ120キロで走っていると壊れるって言ったんですよね <laughs>。だからそのより前の軽自動車がこうやってらああ高性能だなと思いましたね。ですからこれであのバンダイが20分ののプラモデルっていうとあの自分の世代だとスカイライン GTX とかローレルとかそういうやつを出してたのすごい覚えてるんですけど。 あのこれはあんまり記憶にないんですね。でもやっぱバンダイがガンダム以前に作ったもんで、これもいいですし、なかなかやっぱ、あのー、まあ、ちゃんときれいにで、やっぱさすがに作ってありますね。ドアが開くんですねっていうのは、これを見て分かりました。で、インパネの,あのメーター類もよくできてますね。塗装が綺麗にって書いてありますね。で、リアウィンドウなんか作り直して、あのー、あここのところは開閉位置に、だこれ切ったんでしょうね。で、これで自分であの開けたんでしょうね。 でまああのー、実際のキットはこうやって左右のドアが開くようになっててでもその間にはフォルムは崩れてないんですよねあの。やっぱなかなか綺麗にできてますね。漫才やっぱすごいこの辺があの丁寧にあの作ってますあの。非常によくできてた面白いキットだなと思いました。 これはですね、あまり見たことがある人が少ないと思うんですけど、LL でなんと43分の1のちっちゃい自動車シリーズをあのこのこ頃から出してたんですね。ですから、モデラートでもちっちゃいからっておもちゃじゃないぞ、LL43 分の1自動車シリーズになっていて、あの43分の1は車好きな人は分かりますけど、ミニカーで王道のサイズなんで、手のひらに乗っかるサイズなんですね。で、そのシリーズでもミニクーパーが,があったりとか、BMW があったりとか、いろいろ出していて、あの非常にあのフロックスワーゲンとか、えっと、ランジローバー、4WD とかあって、よくできてるんですね。で、 あのこういうふうにいろんな種類があるもんだなと思って一つ自分が気になったところがあったらやっぱり記事に書いてあるんですねで何が気になったかっていうとあのタイヤの内側のフェンダーがないので向こうが見えるんですねそれはもうえあの記事に書いてありますで自分で作りなさいって書いてありましたねなるほどと思いました <laughs> なかったら作るっていう感じでやっててでも結構シリーズがあってあのフォルム的にはすごくよくできて BMW とかすごくよくできてますねでこういうふうにローバーとかなかなかやっぱ入れるだけあってあのフランス も周りってわけでもないんでですけどでもミニがあったりとかあのー、ベンツがあったりとかああのー、まあ、今だとミニカー買っちゃうよっていう人もいるんでしょうけどまあ、こういうのでプラモデルもあってあのー、最近でもあの案内があったくらいですからやっぱ伝統のシリーズななんだなと思いました、えー、こちらも同じ号でイギリス国民の永遠のアイドルって書いてありますねもちろんスピットファイヤーですねあのー エアフィックスの24分の1かなり大きいタイプであのライターの人が作ってるもんですがすごくこれよくできてますまあベースはベースでよくできてたと思うんですけどやっぱりモデルアートが入れていう形にすると全然違うっていうのがわかりますね非常にあの大きいもんですからあのこちらの,あのマフラーの配の管のところの周りとかですねあとこちらの、えーと まあ機銃の,あのとこですねちゃんと基準のとこであの汚し塗装までこうあの大きいモデルなもんですからちゃんと手を抜かずやってあって、あのーえー、タイヤの内側のところもちゃんとあの。 えー、メくらぶたをちゃんと作ってやってちゃんとやってこの辺の汚しとかさすがですよねこの当時でちゃんとやってありますからでエンジンもちゃんときれいにあのスピットファイヤーのエンジンができていてやっぱりサイズが大きいもんですから見応えがあるんですねですから逆にあの飛行機だとあの手を抜けないもんでかなりこれ労力があってあのちゃんと張り線もちゃんと張ってあってこの辺の主翼の,あのこの汚しと装っぽいですね少しあの銀が出,て出たりとかあのこのエルロンの辺とかやっぱりこうきれいに作ってありますねやっぱりそこら辺はあのすごいもんですね で上から見て下から見てっていうのでもあの綺麗にこのこの主翼の形ですねスピットワイヤーの特徴ですけどこのようになっていて自分は知らなかったんですけどあのこれが下の方で片方半分ブラックで片方があの違うグレーになっていてあの松屋牛のグレーでこれが実際にあったのはえっと イギリス独特の塗装であるがって書いてあるのでイギリス機あまり詳しくないんで知ら,知らなかったんですけどあのバトル,ブ,レあのバトルオブブリテン以降は見られないようであの知らなかったですねこの写真を見るまでであの記事を見るまで知らなかったですねあこんなので飛んでたんだと思いましたねっ斜め後ろからですやっぱりあの優雅な感じがして非常に綺麗にできているあのコーキットだと思いました えまず73年の、えー、見開きのタミヤの広告ですね、なかなか渋い広告で、あの豊かな楽しさ35分の1スケール、もうこの70年代はもうミニタリーミニシアの時代ですから、あのー、もうシリーズをどんどん増やしているところでしたね、えっとえー、ドイツのこのハノマークとかそういうのをやって、えー、その、えーとですね、情景写真のパチ特集号とか懐かしいですね、あと人形改造作品集とかあ,のあってあの、どんどんあのミニタリー系を特に力を入れてた時代の,あの広告ですね。 これがあの軍需産業のレベルのプラモデルですね。非常にあのカラーでこの時代にしてはあのすぐあの迫力があるもので手が止まりましたね。マクラーレンですね。非常にあのあマクラーレンとはちょっと言えないものでマクラッパーになってますね。デフォルメが入っていて、誰見ても、まあ、カンナムのマクラーレンですね。でこれは見た覚えがあります。あのえーと かなりこの時のの時レベルのだとですねちょうど正方形みたいな感じの頑丈な箱であの大人が上に乗っても潰れないような箱みたいな感じの頑丈なやつに出ていてすごくあのデフォルメが効いてでもセンスがあるデフォルメで面白いなぁと思いましたもう実物の写真と間違えるんですけれどもこれがプラモデルなんですねすごいなと思いました日物300分の1のヤマトになりますねもう あのですね知らなかったらこのあのヤマトのあの,あのロゴ体がなくてこれを隠してあるとこれだけ見るとですね本当に実物の戦時中の写真みたいに見えますね恐ろしいですねあの非常にあの波の表現とかこの綿とは思えないくらいのこのタイプですねまあ、もちろんあの,あの方針のこの周りなんかも当然手が入ってるんですけどこの疾走感のある綿の辺とかあの昭和のおじさんたちはこのま撮、あ、り方もうまいしあの 戦体の作り方うまいんですけど、もう本当に実物にしか見えないくらいのあの迫力のあるやつで思わず手が止まりましたこちらがあの富士見模型の広告になりますね。あの見えたり、明朝はかなり出してましたね。あのこちらの方で、あのもうジオラマはできるくらいのタイプで、あの72分の1とかかなり、あの熱心にあの作ってたの時代もすごく思いますね。やっぱりもう時代は見えたりの時代でした。 えこちらは、えー、ブルーマークの、えーまあ、船ですね、日本カーフェリーのフェニックスですね、あのー、新発売ってなってますね、あのー、初めて知りましたけど、土曜日はプラスチックモデルを作る日、人生は楽しいものですね、んなかなか深いですよね、あのーえー、200分の1で、全長が60センチですから、まあまあ大きいタイプですね、でなかなかあの、えー、とースケールっていう感じで、あのー、できてて、あのーえー、当然、モーターで動くっていうものですね、やっぱりお約束のものになってますね。 こちらは、えー、ちょっとあの見るまで分かんなかったんですけど日東科学のプラモデルで懐かしの赤トンボですねフィギュアもちゃんと作ってあってでこんなの出してたんだと思いましたけどねであとあの黄色を簡単に作れる本格ジオラマミニシリーズっていうシリーズであこんなの出してたんだと思いましたあのただ戦車なんかは日東ってあの76分の1で他の72分の1の長谷型とかそういうところの。 はあの違くってあの76分の1の戦車とかはあの出してた覚えがありますであの箱を開けるとうんざりするぐらい部品があったとすごい覚えてますこれ <laughs>、えー、こちらが後ろの見開きのっと大滝製作所の,あの広告ですいつもあの12分の1の車とか多いんですけど今回は400分の1のスケールの長門とムツですねあの当然やっぱ26モーターを使って、えーあのまあ、あの動くタイプになってますねななかなかあの、えー、大滝の 船っていうとあんまりちょっと出てたような感じはするんですけどあんまり深くはちょっと知らないんであのマニアも初心者も楽しめる大滝のプラスチックモデルってちゃんとあの歌ってるだけあってあの楽しめるんでしょうねやっぱりなかなか渋い広告で車以外はなかなか珍しい広告だと思いました、えー、こちらが裏表紙の長谷川の広告ですね飛行機かと思ったらあのミニタリーだったんですねでミニボックスは72分の1ミニタリーの新しい形であの覚えてますミニタリーで72分の1すごく種類がこれどん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 続いていて あの日東が七十六分の一で、あの波線が七十二分の一で、なんでみんな揃えないんだろうと思いました。箱がだいたい同じくらいので、あのライバルっぽかったんですけど、やっぱりそのスケールに合わせると、あのそれで集めてるのが感じがあって、波線はやっぱこの時からあのシャープに仕上がっていて、えー、割と作りごたえもあって、あの綺麗なモデルがすごく多かったですね。あのこのようにあのどんどんシリーズが、あのまあこれらが新製品ですけど、あの進んでいるところでしたね。あのえ、で一応あの今日あの本日はあのこのようにまだまだあのえっ、ー、と珍しい広告とか。 あって驚くようなやつなんかもたくさんあるんですけれども、ちょっと尺の問題ですいません。あの今回はこのようになります。えまたあの、えー、まあその,あのそうですね。あのちょあの記事でぜひ紹介したいのもたくさんありますので、また機会見つけてあのアップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あの合わせてマラソンビーでは現在のプラモデルとかミニカー、ラジコン等もあの通信販売をジャサイト、ヤフーショッピング、アマゾン等で受けたまってますので、そちらのご用命もお待ちしてます。いつもご清聴ありがとうございます。